Kagoshima Ben no Chikara。 はい、どうもやったさ。去る12月16日、大相撲で大活躍された鹿児島のヒーロー、寺尾関が永眠されました。本名は福園義文さん。60歳という若さで心臓の持病をお持ちだったとのことです。心よりご冥福をお祈りいたします。本当に信じられません。あの寺尾関がこんなに早く亡くなるなんちゅうのはですね。現在は錣山親方というべきですが、あえて現役時代の錣な寺尾関と呼ばせていただきます。今回は地元鹿児島の視点で、寺尾関やそのお父さんやお母さん、兄弟の話を紹介しながら追悼したいと思います。はい、寺尾関は鹿児島県姶良市加治木町の出身で、井筒部屋所属でした。お父さんはですね、言わずと知れた伝説の人です。もろ差し名人と言われた元関脇鶴ヶ峰で、井筒部屋の師匠でもありました。お兄さんはやはりもろ差し名人と言われた人気力士で、元関脇の坂鉾関、さらに元十両の隠れ山関です。昭和から平成にかけて井筒三兄弟として大変な人気を博しました。本場所の取り組みでは、土俵に上がってから場内放送がありますけれども、その中でですね、関脇寺尾、鹿児島県姶良郡加治木町出身井筒部屋とアナウンスされるたびに、鹿児島県人ですとか特に加治木の人たちは誇りを感じていたといいます。寺尾関は切符のいい高速回転の突っ張りが得意技で、いつも真っ向勝負でした。本当にですね、かっことした型を持った力士でした。体重が全盛期でも110キロ台しかない小兵力士でありながら、関脇の地位まで上り詰めています。大相撲の世界は序の口から始まりまして、次に序二段、三段目、幕下、そしてやっと十両で幕内とピラミッドの世界です。700人近くいる力士、その頂点にいるのが幕内の関取たちですので、こんなに小さい人がですね、横綱、大関に次ぐ関脇にまで昇進したということ自体が驚きです。おはずいことです。で、体重が200キロを超えるような現代相撲においてなんですが、本当にこれすごいことなんですよね。で、特に体重差が2倍以上ある巨漢小錦関、ハワイの出身ですけれども、今タレントになってますね。小錦関との取り組みはいつも相撲ファンを沸かせました。そして寺尾関が今でもみんなに尊敬されている理由の一つです。それは各界の鉄人という異名を取るほど休場をしなかったことです。休まなかったんですね。通算出場数は歴代3位の1795回、通算幕内在数も歴代4位、通算の連続出場数ですね、これについても、勝負が決まった後のダメ押しでですね、モンゴル力士に怪我を負わされなければ歴代1位も視野に入っていたと言われています。まあ、ちょっとした怪我でですね、連敗したりしたら休むのが今の力士たちです。2002年の39歳まで現役の第一線で活躍するなんちゅうのがですね、まあ、一番小さい方の体なのに、持病も抱えながら凄まじい精神力だったんだなと思います。ちなみに寺尾という錣名は43歳という若さで亡くなったお母さんの旧姓から取ったものです。当初の錣名は鹿児島県加治木町のお隣ですね、早戸町ゆかりの力士から取った源氏山力三郎でした。ですが、根っからのお母さん子だった寺尾関はすぐに寺尾常文と改名しました。そして寺尾関本人は東京生まれなんですが、お父さんの鶴ヶ峰は鹿児島加治木出身の生粋の薩摩隼人です。殴られたことはないそうですが、それはそれは厳格に育てられたそうです。先に紹介しましたように、鶴ヶ峰は井筒部屋の師匠でもありました。戦前の海軍予科連での軍隊生活からの叩き上げで、薩摩鹿児島県出身であることを誇りにしていて、終生鹿児島弁で通した方です。最近の弟子たちは鹿児島弁を捨ててすぐに標準語に迫るのが気になる、もっと鹿児島に誇りを持てちゅう言葉をですね、地元新聞社のインタビューで答えていたのが忘れられません。まあ予科練でのしごきに比べたら、相撲の稽古なんちゅうのは苦にならんかったとも言っていました。
さらにはですね、精神的で分かりやすい語り口という方でですね、これが理論的な人物としても知られていました。大相撲の勝負審判部長をしていた頃の話なんですが、物言いがついた時の場内説明についてのエピソードがあります。まあ、これ聞き覚えのある方も多いと思うんですが、例えば行司軍配は千代の富士に上がりましたが、勇み足ではないかと物言いがつき、協議の結果霧島の勝ちといたしますと明快に解説していました。この口上はですね、鶴ヶ峰のオリジナルで、現在では相撲協会の定型文となって使用されています。そしてさらにもう一つ、ただいまの協議についてご説明申し上げますと最初につけるようにしたのも鶴ヶ峰だったんです。まあ、そういうお父さんに育てられた寺尾関は芯が強くてまっすぐで闘志あふれる力士となっていきました。でまたですね、この鶴ヶ峰の井筒部屋は色のついた力士は採用しないという方針で有名でした。大学や社会人相撲の強豪力士は取らず、中卒などほぼ相撲未経験者で、しかもほとんど鹿児島県出身者を採用していました。もともと井筒部屋は鹿児島出身の横綱にゆかりのある部屋ですが、その伝統を引き継いだ形です。寺尾が所属していた時代ぐらいまでは、井筒部屋はイコール薩摩部屋、鹿児島部屋と言われていました。寺尾の時代に井筒部屋には牧園町出身の大関霧島や、兄でやはり梶木町出身の関脇坂鉾、そして志布志市出身の小結神岳、さらにですね、関取にまでなった指宿市出身の殺州灘などですね、小さくても筋肉質の鹿児島力士がたくさんいました。みんなですね、鹿児島の地名や神話から取ったしこ名でですね、呼ばれていました。ルックスも良かったので、鹿児島出身力士は本当に絶大な人気を誇っていました。でその中でも美目秀麗で甘いマスク、マッチョマンの寺尾は女性ファンから圧倒的な人気があって、バレンタインの時はいつも大きな段ボール数箱分ぐらいチョコレートが届いていたそうです。またですね、テレビゲームのファミコンですね、これの寺尾のドスコイ大相撲というソフトにまでなってるんですね。でまあ、男臭い薩摩隼と霧島関も男女問わずの人気でしたので、井筒部屋はこの当時大変な活気であふれていました。はい、そしてここでもう一つのエピソードです。寺尾関は幼少の頃からあだ名で何と呼ばれていたか知っていますか？これ答えはですね、アビです。これは寺尾関が赤ちゃんの頃、観光で井筒部屋を見学に来ていた外人がですね、彼を見てあ、ベイビーと言ったのを他の弟子たちがアビと聞こえたらしくてですね、それからついたあだ名ということだそうです。はい、これそうですね、ここで気づかれた方も多いと思います。現在幕内で活躍している錣山部屋の阿炎関の錣名はなんとここからですね、来てるんですね。親方である寺尾関が命名したものです。寺尾関が愛弟子の阿炎関のことをいかに大切に可愛がっていたかが伝わってきます。はい、ということで、それにしても本当に人生中のは儚いものです。2023年、寺尾関は心臓の病で60歳、でその少し前ですね、2019年、2番目のお兄さんの坂鉾は膵臓がんで58歳で、2020年、一番上のお兄さん鶴嶺山も心臓を患って60歳と、みんな若くして亡くなってしまいました。人気を博した井筒三兄弟全員が奇跡に入ってしまいました。これはですね、鹿児島にとっても一つの時代が終わったように感じます。今はですね、ただ同じ鹿児島県出身者としてご冥福をお祈りするしかありません。どうぞ安らかにお眠りください。ほんのことよ、伝わりました。